文星小判、文星小判とは、文星2年7月18日から、鋳造開始され、同年9月20日より、通用開始された一両としての額面を持つ小判で、ある。新文字小判あるいは草分小判とも呼ばれる。また文星小判及び、文星一分半を総称して、文星金、新文字金、あるいは草分金と呼ぶ。同時期に、吹き替えが行われた。 草分銀と共に草分金銀と呼ぶ。表面にはタガネによるござめが刻まれ、上下に切り紋を囲む、大枠中央上部に、一株に、密字の極印、裏面は中央に、顔を、株の左端に小判子の原極印と吹書の原極印、さらに右上に、文字が打ち記されている。この、文字は、原分小判と区別するため総書体とし、草文と呼ばれる。 特製の献上小判も作成され、この場合小判紙の原国院、吹書の原国院は、意図的に、大、基地が打たれている。原文の吹き替えにより、通貨の供給が増大し、やがて金銀相場も安定し経済が発展したが、次第に社主的消費増大の風潮となる中、十一代将軍、徳川家成の子女の縁組費用、江戸地直轄政策などにより、 幕府の支出が増大し再び財政が悪化の位置図をたどっていった。また、小文字金は80年以上の長期間にわたって流通したため損傷や摩耗が著しくなり、吹き替えはこれを是正するという名目であり、小文字金の損化を無料で新金と引き換えるということであった。しかし新金の両目は小文字金と同一であったが、品位は低下しておりデメによる、 財政補填を目的とするものであった。明和7年、江戸、大阪のお金ぐ有高は、計300万4100両余りであったが、天明8年ぐらいには81万7200両、余りに減少。その前年から始まった、ケミア令により、完成10年ぐらいには107万9700両、余りに回復。しかしその後、臨時出費が続き、 文化13年ぐれには72万3800両となった。完成の改革の違法を守っていた老中松平信明も文化14年に没し、老中閣水野忠明は徳川家成のもとで目獲得により幕府蓄財の充実を図るため文政2年6月にお触れを出して金貨の吹き替えに着手した。文政元年に発行された。 マブミ二分半は、両目は、原文小判の1、2であったが比にが、約14%を取る、名目貨幣であり、文政小判の比には、このマブミ二分半とまさに同一であり、名目貨幣であった、マブミ二分半を本位貨幣格に引き上げるものであった。逆の言い方をすれば名目貨幣が、本位貨幣を引きずり下ろしたことになり、同様の現象は銀貨においても見られた。 貨幣の吹き替えは、金銀の両替相場のバランスの関係から、ほぼ同時に行われるのが通常であるが、文政の吹き替えでは、長銀の吹き替えが、小判に対し約1年遅れた結果、文政元年正月には、金一両イコール銀64から65問目、前後であった相場が、文政2年8月には、金一両イコール銀60問目、同12月には、 金一両イコール銀五十二問目と一時的な銀相場の高騰を招くといった無計画なものであった。この分政会中の無計画さは法営期の一連の吹き替えに対しても当てはまることであった。休暇兵との引き替えは文字金に対し当初増付なしであったため進捗せず引き替え年限が指定されると庶民は買い値段となるのを恐れて暫時差し出した。 文政6年12月までの三都における引き換え高は以下の通りである。古金銀の通用は文政7年2月に翌年2月限りとし、うるう8月には古金銀を差し出す者の住所から引き換え所までの距離に応じて手当てを与えることとしたが、結局通用停止は文政10年2月まで延期された。しかし通用停止の古金銀はその後も流通し、引き換え所は 結局幕末まで継続存敬された。文政3年8月13日には古金銀の引き換え増付を以下のように定めた。この時期は天候も安定し方策に恵まれたため、通貨の品位低下による米価の高騰は見られず、引き続き経済は安定していた。一方、原文小判との引き換えは進捗せず、発行口は小文字金と比較して減少した。 これ以降、二分半などの名目貨幣の流通が次第に増加し、小判の流通庫は減少の一途をたどった。文政の懐中を主導した、老中、水野忠明の経済政策は、同族の老中、水野忠国による天保の懐中に引き継がれ、文政、天保の二度の懐中によって、幕府財政は一時的な安定を得たものの、 結果的には急激な物価高騰と支出増大によるさらなる幕府財性悪化をもたらした。これについて近年ではむしろこの経済混乱こそが商品生産を刺激して全国市場の形成を促進し幕末以後の国際的な資本主義経済の中において日本の民族独立と資本主義化成功を実現させたとする説も出されている。通用停止は 店舗13年8月2日であった。分政1分半分政1分半は、分政小版と同品くらい1、4の両目で持って作られた、長方形短冊形の1分版であり、表面は上部に、大疑惑の切り門、中央に、横書きで、分1、下部に、切り門が配置され、裏面は、密字の極印が打たれている。裏面の右上に総書体の、 文の年代印が打たれていることは、小判と同様であり、新文字1分版あるいは草分1分半とも呼ばれる。小判の規定量目は、原文小判と同じく3問目5分であり、1分半は8分7輪、5毛である。多数量の実測値の平均は、小判3.49問目、1分半0.88問目で、ある。大上官による、旧金銀貨幣価格表では、 重量あたり両目4.21510トロイオンスとされ、小判1枚あたりの両目は1 3 1 1ムとなる。規定品は78問目くらいである。明治時代、造幣局により、江戸時代の貨幣の分析が行われた。草分金の分析値の結果は、以下の通りである。雑文は銅、鉛などである。旧貨幣表によれば、 小判及び一分半の合計で千百四万三千三百六十両である。吹き替えにより、幕府が得たデメは、文政元年から文政九年までの九年間で二分半を、含めて百八十四万八千五百四十両であった。さらに、銀座、御用流貧乱によれば、文政三年から天保六年八月までの十五年間に、新文字銀、新南領に主銀、官営通り、 だから新中四分線及び、何両一主銀による出目は383が18,576両に、上った。金座における鋳造手数料である分一金は、鋳造公線量につき、手代10両、金座人10両2分、吹き諸料両4両3分であった。ありがとうございます。